あの吉高が美少年でしたね。<laughs> 美しかった。でもう大姫が大姫でございます。あれがもうガールズミーツボーイズ。一目惚れって感じだったよね。<laughs> もうまさに典型的な恋の始まりって感じでね。その後、すごくく人が仲良くなって、 あれはね耳引きって言ってあれにものってるこう耳に紐でねこう引っ張り合いするっていう、まあ、耳相撲みたいなもんなんですけども、うん、あれはすごく可愛らしかったんですけど鳥獣戯画には他にもねあの首引きって言って 首に紐突き上げてててーっっこううやるっていうのあと腰引きとかね紐でこう結んで相手を倒すみたいなねそっちになると男同士の力持ちのね駆け引きみたいになるからまあまあ大姫と義、ね、高のこう可愛らしい感じでこう耳引きっていうね鳥獣戯画の方はお笑える絵になってるんですけどねあの2人が美しくて可愛い二2人がやると可愛かったですよよね長寿ギガ気をつけて見て見みようあとさ義高の趣味がさ蝉の抜け殻を集めるっていうのあったじゃないですか。 あれがなんかあまりにも唐突で意味があるんじゃないかっていうんでちょっと考えてたんですよ。これからちょっとネタバレになると思うんでね、まあ、もしそういうのを聞きたくないという人はちょっとここからは聞かないでいただきたいんですけれども、うん、セミの抜け殻っていうのはうつセミって言って書かないものの例えとかもあるからまあまあ吉高の今後のね運命とかそういうのを象徴してるんだとかっていう意見もあるんだけどあれ多分金銭脱却なんじゃないかなと思って。うん 金銭脱却って言って、中国語ではちんちゃん通っちゃおって言うんですけど、書き下すと金銭殻を出すって言って、金のセミが殻を脱出するって書いて兵法の36件の一つなんですよ。あのよくほら36件に逃げるに近づってあるでしょ。36件ある兵法のうちの21件に金銭脱却っていうのがあるんですよ。どういう兵法かっていうと敵がものすごく多くて。あっ 圧倒的にに敵が有利な時に自分たちはまだいるふりをして、セミの抜け殻みたいに、ここにいますよみたいなふりをして逃げるっていう、そういうふうな兵法の形の一つなんですよね。吉高が頼朝に殺されそうになって逃げるんだけど、その時に取った方法が、 これじゃないいいですかか自分がるるよううに見せかけてて逃げるっていうまさにこの方法を使って金銭脱却っていうのをやって逃げるんだよっていう象徴的なのでセミの抜け殻を出したのかなっていうのが一つとあともう一つ気になったのが義経がわざわざ最後に頼朝と,とね別れて京に行くっていうとこ最後の最後にセミの抜け殻をわざわざ集めたやつを吉高にあげてたじゃないですか。その時のあの時あ 表情がね、すごく不思議な顔をしてたんですよね。最初、抜け殻集めてた時には、どうせこいつはさ、俺が父親を殺したら生きていられないんだから、かわいそうなやつなんだと思って、集めてたのに、抜け殻をやっても、どうせすぐ殺されちまうんだ、せっかくやってもこの抜け殻無駄になるんだ、チェーみたいな感じの顔なのかな、うん、とも思ってたんだけど、だけども、吉常ぐらいの戦の天才になると、絶対この36系、 知っててるはずなんですよねねとしてね、うん、そうすると金銭脱却「ちんちゃん到着やお茶をお前逃げろよ」っていうひょっとしたら暗示で「お前も知ってたらこの抜け殻のこの方で逃げればいいんだよ逃げちゃえよ」って言って暗示してたのに義高が全く気付かないから「こいつ気づかねえのかチェじゃあ殺されるぜ」みたいなそういう顔なのかなとも思ったりしたんですよ。 複雑しかもそれに対して見送った後の義高が「もはやお会いすることもないでしょう」「義経は父に殺されるでしょうから」みたいなことを言ったじゃないですか、うんうん、でもまあもはや再び2人が会わないのはその通り史実その通りなんだけどでもなんかこれもね意味深なセリフですよね「もはや二度と鎌倉に戻ってこれない義、ね、経の」。 暗示してるみたい。だから、二人が二人して、いろんな暗示をしている回だったのかな、とか思ったりもしたんですよ。確かに、あそこのシに当たらんなかったもんね。うん、セミの。 柄を集めるっていう、ね、あまり一般的ではないわけのわからない趣味をわざわざ出したっていうのはすごく意味があってもちろん儚い2人の運命を象徴して握りつぶされたセミの抜け殻みたいなのでも一段階はそれでわかんねんけど義経のあの表情はもっと深いいんじゃないかなかっ,ってお兄ちゃん取られそうになったりさ子さんと取られそうになったらちょっと最後の一面出すけどそうじゃなければほらさ子のお腹見ていい子が生まれると強い子が生まれるといいなっていう優しいところもあったし、うんうん、そういう意味では 自分に関係ないやつには優しくできるような人なのかなとも思うと案外その回りくどい助ける方法を孔明の錦の袋じゃないけど <laughs> 渡して暗示したのに「<laughs> チェこいつ気づかねえや」みたいなそういうふてくされた顔だったのかなとも私は思ったわけなんですよ。 趣味のののののの抜け殻集めるるってああ当時の一般的ななよくある趣味じゃないのあ違う何かすごく特殊なのでわざわざ出したっていうのは何か意味があるんだろうなと思って考えてておそらく三谷さんが中国語をご存知かどうかわからないけどねでも平法の方は知ってらっしゃるかもしれないから、うん、そういうでしかも義経がわざわざ渡すっていうのは何か絶対あると思って、うん、そういうふうな深い意味があるのかもしれないなと思って見てた 仮にそれが合ってたとしてもあのシーン見てそれが分かる人ほとんどいないと思うんですけどでも三谷さんは読者の人にその全部教えない全部言わないで分かるところまで分かればいいよみたいなさそういう作りをする方だから掘、はい、り下げればもっと深いかもしれない、うん、私なんかまだまだ浅いかもしれないとか思いながらね見てたわけなんですけどね、うん、なかな,か,なんかあのシーンはひょっとしたらものすごく深いのかもしれないな。うん、深いことにしよう。<laughs> 勝手に認定答え合わせしたいわ、ね、したいよねおみたいな、来てくれないかな答え。<laughs> でも今アズミさんとやってるニュース番組で、うん、本番の途中に大本格ぐらい先発持ってらっしゃる <laughs> そうなかなか難しいんじゃないですかそれ違うだけの一言でいいから来てくれないかな、ね、ちょっと聞きたいですよね <laughs>